では、私の話です。私は職業的には霊能者という仕事をやっているのですけども、まあその中で数年前に、まあそうですね、時期はこの時期なんですけども、よく夏には皆さん心霊スポットに行かれる方もいると思うんですけども、その中で、まあ愛知県の伊勢神トンネルというところに肝試しに行かれた3組のカップルの話なんですけど、この3組のカップル、1台の車で運転席には彼氏が運転して、助手席には彼女、そしてあと2カップルは後部座席に乗っていたそうです。で、そこで、まあそのカップルが伊勢崎トンネルに到着したところ、そのトンネルの中腹に白い影が見えたみたいです。で、車も U ターンできないのようなところなので、当然前に進むしかなく、前に進んでいくと、それがだんだん近づいてくる。近づいてくると同時に輪郭もはっきりしてくる。で、よくよく見てみると、女の人が白装束でトンネルの真ん中に立っていたそうです。でも車は前に行くことしかできず、止まることもできず。まあ止まると怖いですから。で、その助手席に乗ってた彼女が突然もう恐怖に耐えかねて、引いてって彼氏に叫んだらしいんです。で、彼氏もびっくりしてアクセルを一気に踏んだそうです。そうすると、当然その白い物体は引かれたわけですけども、その時にやっぱり引いた衝撃っていうのは伝わってくるわけです。で、人を引いたんじゃないか、もしかしたら生きてたんじゃないか、という不安から車を止めたところ、横にいた彼女がいなくなってたそうです。で、車の前に飛び出たところ、人が横たわってたんですけども、それが自分たちの運転者の横に乗ってた彼女だったらしいです。で、その後、彼らは私のところに呪われてるんじゃないか、というような案件で来られました。そしてお祓いしたというお話です。以上です。